はい、それでは今日も読書レビューをしていきたいと思いますこのチャンネルでは私が一日一冊本を読んでその内容や感想をレビューしていますで普段はビジネス書を読むことが多いんですけれどもその他のジャンルについてはこの動画の説明欄に再生リストへのリンクがついていますのでよろしければそちらをご覧くださいで今日ご紹介する本はこちらの「証言一郎孤高の天才の素顔と生き様」と いうタイトルの本になりますでまああのタイトルにあるようにまあ一郎についての本なんですけれどもまあ一郎自身がですねこういった本、まあ、結構分厚い本で300ページ以上320ページぐらいあるんですけどまあそれを書いているというわけではなくてですね、えー、と例えば田口さんとか、まあ、内川さんとか、えー、松中西岡黒木とかですね、まあ、村田長治さん山田久志さんまああの往年のまを読んの なんてううのかなこういう関係、まあ、よ近しい方々がですね、まあ、そのイチローとはどういう人間なのかイチローの、まあ、近くから見ていた人の、えー、見たイチローというものを、まあ、あの書いた本になります。で、えーとまあ、皆さんよくご存知だと思うんですけれどもイチローというのはですね、まあ、日本でもメジャーリーグでも、まあ、本当に素晴らしい業績を、えー、上げてまして。 えとまあ、日本の野球界を代表する、まあ、一人者だと思いますで一方でそのどこかプライベートであったりとか、まあ、あの個人で考えていることっていうのはこう謎に包まれた部分があってやっぱり日本的なこう職人的なな職人部分を持った野球選手だと思いますで、まあ、そういったイチローがですねとはいえあ,のあれだけの成果を上げる、まあ、あの道のりというかですねはやっぱりあの決して たやすいものではなかったんですけれども、まあ、それを近くで見ていた人が持っている、まあ、一郎の凄みとか、えーまあ、責任感であったりとか、えーまあ、物事に対するこだわりですねそういったものがやっぱりあの近くの人から見た一郎として書かれているところが、まあ、非常にこうリアルでですねあのなかなかメディアでは わからない一点だけあの非常にまあ感心したというかあの全体としてやっぱさすが一郎だなという内容が多かったんですけどもあこれは最もだなと思ったところ一つだけ紹介をしたいと思います。で、えーとまあ、これは福本豊さんのまあ証言ということで、えー、書かれてるんですけれども、まあ、一郎のすごいところっていうのはまあ、プロとしてまあ怪我をしないところだと。 で怪我をしないでいいプレーをする、まあ、優秀な人はそうなっているとで、まあ、数字もすごいんだけれども怪我をしなかったのがすごいんだとだから長いことをやれた長いことやった中で技術が上がっていったら当然若い人は追いつけないあまりのレベルの高さに「は一イだから抜くことができないわ」というふうになるとでそれが大事であの人抜けるわけないなと思わせることが、まあ、特に大事ですとでその積み重ねた実績をライバル選手に見せて えー、それも知らないうちに見せていると、まあ、それが一度のすごいところだというふうに言っていますまああのー、これは本当にそうだなと思いますんでまあ,あの会社員、まあ、サラリーマンでもそうなんですけどもやっぱりですねこう飛び抜けた業績を一つ上げるっていうのも重要なんですけどもあの常にコンスタントにいい仕事をされる方っていうのが、まあ、一定数いるなということを、まあ、私も感じてましたで特にプロスポーツ選手においては怪我をしないっていうことがもちろん重要なわけなんですけども あのコンンスタントに結果を出すそれがいいかかに難しいかでそのためにイチローはよく知られた話ですけども、まあ、毎日決まったルーティーンで、まあ、打席に入ったりとか、まあ、自分の道具を磨いたり毎晩練習をしたりで他の人が飲みに行ったり、えー、ストレッチをサボってしまうところをその一日一瞬っていうのをだけそ,そこを集中して自分で あのしていくまあそういった姿っていうのがやっぱりあの一郎の凄さ一郎らしさっていうのを作っているんだなぁということを、まあ、本当に感心したフレーズでした。はいちょっとあの内容自体はですねあのーまあ、非常に、まあ、300ページあってこう何か、えー、となんていうのかなこうここが良かったっていうふうに語るような内容ではなくてやっぱまあこうなんていうのかな一郎らっす。 それでは今日はこの辺で終わりたい、はい、でえー、と、まあ、ここまでその一郎の凄みみたいなところをまあ強調してお話をしましたけれども中にはですねやっぱりその一郎の茶目っ気であったりとかまひょうきんなところみたいなこともまあ触れられてますのであの一郎っていうまあ人物に ま興味がある方はあの一度読まれてみるとまあ意外なところであったりやっぱりすごいなって感心するところであったりあのより詳細な一郎像というかまあ、人となりっていうのが見えてきて面白い本だったなという風に思います、えー、はい今日は以上になりますよろしければチャンネル登録とグッドボタンの方をいただけますと励みになります今日は失礼します。